さあ、ブルーシティやっていきましょうか。もうね、あえて、ウルトラターボで行った方がいいかな。ウルトラターボで一回1位に躍り出て、まあ、あとはもう、差をつけとけば、その、残りの燃料少なくても、少ない状態で、乗り切るっていいな。いや、でもどうかな。ブルースペシャルでも全然1位になれるようであれば。じゃあ、ブルースペシャルで。さあ、最後、ぶつからずに入賞。これは絶対に難しい。さあ、入賞。まず1位に躍り出ることになる。もうこれ、まずでも、あんな狭い道1位に躍り出る方法が難しいから、最初のあのカーブだな。最初のカーブで1位になっておきたいんだけど、無理じゃない ?1 位になるんですね、カーブで。7位、6位、5位、5位、まだ5位です。これきついだろ。よし、こうぶつかってないぞ。4位、ぶつかってない。まだ、あー、ぶつかった。やばい、どうしたもんか。まずは、ビリで走ります。いや、遅い。でも、これでどんどん差がついていっちゃう可能性あるか。そう、ビリの、その。まず、ここ。使わずに行くこと自体難しいからね。あそこだって。おいしょ。おー、なんとか行けた。まずぶつかずに行くだけでも難しいのにさ、これで3位入賞しろとか、鬼ですね。よし、難しすぎ。ぶつからずに行くことが精一杯。だから確かに1位は踊り出れないな、これは。で、ここよ。ここで一旦出す。力ずに行くことはなんとかできるとしても、これで3位入賞ってちょっとさ、おかしい。ぶつかった。で、ここでちょっとさ、やっぱり頑張って勢い出して、本来ならここで抜いていくね、差が開いてる時に、そうにこうやって出してって、ここまではスピード出さなきゃダメだな。ここまでのスピードをいかに出すか。あとはもう順位キープ。ここから先順位キープしかできない。どんなに頑張ってもちょっとここからね、浮きながら行くっていうのは、ね、無理でしょ。ですので、はい、そんな感じでいきましょう。60キロぐらいやったらなんとか、ここでも行けるかな。よし、あぶね。とりあえずちょっと、8に近づい、できるだけ近づくように、割とスピードは出さないといけない。あの時に、さっと抜けるようにさ。で、ここでちょっと追いついとく。しっかり。まあ、できればあっちで抜きたいんだけど、それはさ、合流の時にぶつかる可能性があるからね。まだここじゃ抜いちゃダメなのよ。
ここで抜ければいいんだけど、やっぱ相手の動きが分かんないから、読み取れないから、どうしてもここで、まあ、ここで出す、ここでは抜けるから。よし。ここでこう抜いていくしかないな。ここだ。もうここで一気に出して、6位か。厳しいな。でも6位のままにいとくしかないよね。こんなところで抜けないもん。で、ここでは抜かれないようにしなきゃいけない。あと、そう、やっぱり。タイム使いました。厳しいな、これは。で、ちょっとスピード出しちゃうと、ここは、どうしても使っちゃうし。タイム使います。なんでここ曲がれんだろうかな、この車。しょうがない、やっぱり。8位で行くか。はい、一つ分かったことがあります。これコースは、入賞しなくてもいいみたいです。ぶつからずに完走できればいいみたいです。さすがにそうだよな。完走できればいいはずだよな。もう、入賞なんて無理でしょって思ってたら、やっぱりそうでしたね。で、ルーシティは、完走できればいいみたいです。ぶつからずに。完走を目指せればいい。入賞じゃなくてもいい。なんでここを見なかったんだろう、俺は。いや、笑っちゃうね、これ。まあ、でもまあ、気づかずに5回ほどしかまだやってないんで、まあまあ、よかったな、よかったな。うん、早めに気づいて。よし。本当によかった。早めに気づいてよかった。じゃあ、いいんだな。乾燥すればいいんだな。よし。もういいよ、ゆっくり行こう。よし。これはもうだらだら回になりそうなんですが、ちょっとご了承ください。マジでこれはずっとビリで行くつもりなんで、かなりだらだらそうになりそう。もうちょっとここで休むっていうね。ちょっと、ここで休みながらうまく。とにかくもう集中すればいいだけなしでしょ。もう一つ一つ集中してもうクリアすればいいだけなし。危ない危ない。一回止まった方がいいな、どのカーブも。だから、周回抜きとかされないようにうまくね。うん。うまくそこはね、まあ、そこぐらいなら調節できるから、この、性能だったら。うん。本当にこれで入賞だったら鬼畜だったね。よかったよかった。まあ、これじゃなくてよかったね。うん。はい、あと2周頑張ります。
ったらどうかな。だろ。いやー、大変だった。よ、じゃあ、ブースでぶつかる感想。いやー、感想だけでも大変っていうね。6分かかったよ。一回やるだけで。いやー、厳しいわ、これ。厳しかったー。もうやりたくないって思うぐらい。あー、ありがとうございました。よし。ブルースキーは終わりまして、残すは90、92、95、96、97、98ですか。で、新しいブルーレイクの、ところでレースができるみたいなね、ブルーレイクで、レースをすると雲の上のコースっていうのがね、出現してるみたいなので、それをクリアするっていうのが、まあ、一つ。あとは、なんだろうな、ロッククライミング。なんだっけ、ロッククライミングって。あそこか。あそこやり直さなきゃいけないか、ブルーレイクが戻ってくるとこか。あと、地下迷路。地下迷路のコインか。あ、まだだったっけ。地下迷路のコイン。あ、92何？あれ、グリーンパークに無事出てこれた？あれ、まだグリーンパーク一回も出てなかったっけ？転送センター使ってたから。あ、そうですか。じゃあ、やりましょう。さあ、残りは、あとですね、もう、この雲の上のコースを残すのみとなりました。スタンプ帳をちょっと見てみましょうか。はい。これ、結構大変だった。ロッククライミングでコインすべて集めるって結構大変だったね。最後までちょっと見つからなくて。これ広いコースっていう。だから意外とね、コインで苦戦したから、コインがね、なかなか、なかったっていうか、ブルーシティのレースも、3周して入賞までしないとコインもらえないんで、結構時間かかるんですよ。で、ぶつからず入賞は、お届けしてきた通りです。ジムカーナもね、お届けしました。ね、チキンレースでも勝ちましたし、ゴールシティぶつからず入賞もできましたと。まあ、簡単なとこもあればね、難しいとこも、スタンプもあったね、今までね。サッカーもね、サッカーちょっと大変だったね、結構。まあ、その、ストーリーで関係あるスタンプもあれば、まあ、それが半分ぐらいかな。泥棒捕まえるのも結構大変だったかな。結構、早いんですね、泥棒を回心させたの方は、このスタンプ。捕まえたの方は、初期装備ぐらいでも、捕まえられるんですけど、改心させたはかなりもう最高装備じゃないとちょっと難しい感じで、ずっと。でね、ああ、そうですね。ゲレンデ60秒とか、羽端60、40秒だっけ。うん。50発、花火玉50発すべてパーフェクトね。これもまああっさりいけたかな。でもなんだかんだでさ、クリアする前に撮っておきましたけど、プリンおばさんにプリンを届けてあげたが一番難しかったやつ。再婚写真撮るためのあの奇跡ね。うん。グリーンパークのピザ。はい。というわけで、最後、このコースをやりましょう。さあ、どんなコースかな？雲の上のコースっていうんだけど、あと3つです、スタンプ。この3つのスタンプは、この雲の上のコースを完走すること、1位になること。あとは、なんだろう。完走1位、なんだっけ。ぶつからずじゃないね。まさかね。あ、コインだ。コインを集める。オッケー。アスファルト？ちょっと待って。アスファルトか。じゃあ、レーシングタイヤで行こう。まあ、とりあえずまずは乾燥してみましょうよ。乾燥できたらコインもらえるらしいんで。じゃあもう最高の装備でいきましょうか。ただちょっと燃料消費が心配なので、ブルースペシャルで。はい。
そこはまあね。よし、じゃあ行きましょう。果たして何台完走できる？え？そんなに？そんなに難しい？ 8 台で走って何台完走できるかって。じゃあ他の車も完走できなかったりするってこと？オッケーオッケー。え、じゃあ何？タイム制限とかある系かな？完走。できる、完走ぐらいだったらできるでしょ？さすがに。お、人生ゲームいるな。よっしゃ。え、うわ、早っ。え、早っ。あ、早くないか。え、でもちょっと待って、わかんないわかんない。お、あー、この、嘘、いきなり無理だ。清掃車があそこ飛んでったよ。あれ、清掃車だったっけ？ウィンの車。で、こういうとこもあんのか、やっぱり。まあいいや、乾燥しよう。とりあえず。ほんで。レーシングタイヤなんでアスファルトを中心としてるとは思うんですけど、やばい！これどうなんの？あ。これ2タイヤなんだ。じゃあ簡単にこのレース中に飛んでっちゃうこともあるんだね。オッケーオッケー。あ、これ面白いな。ジョロキューにおいてその概念があると思わなかった。マリオカートでその落ちていくとかわかるんですけど。オッケーオッケー。このコースは面白そうだな。さあ行きまーす。とにかく飛ぶとこでちょっとジェットタービン使っとこう。で、乾燥できるかっていうとこだから、やっぱブルー、これですね。はい。飛ぶ。よし。で、飛ぶ。よし。え、まあでも1位目指すつもりはないんで、とりあえず完走だよね。でも1位になれなきゃ、スタンプもないんで、ちょっと最終的にはそこなんですね。しっかりまあ狙っていけばね。あぶねえ、あぶねえ。あぶねえ。あー、落ちてた。わかったわかった。バイアブルウィング使おう。うん。バイアブルウィング。よし。やっぱり完走目指そう。とりあえずスピード出してこう、飛び跳ねちゃうといけないんで。コース覚えてから、その辺は。はい。まず飛んで。ほら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 。何これ、この飛び方。もう一回、あれ。バイアブルウィング。設置能力を高めないとかないとやばいね。でも設置能力高めちゃうと、あそこ飛ぶとこやばいんじゃない？じゃあ、こううまくこう調節していかなきゃいけないコースなのか、これは。こことかね。ただ、ジェットタービンあればなんとかなるでしょ。さすがに。あれ。設置高めてもダメ。オッケーオッケー。あ、わかった。他の車があっちに寄ってたのはあれか。あれだからか。飛んじゃうからか。じゃあ、これ、あれだね。他の車をお手本にしながら行かないとね。燃料も心配だから、やっぱり。いいよ、最下位で。ちゃんと飛んで、ちゃんと飛んで、はい。やばいやばい、やばい、危ねえ。スピード落とさなきゃいけないんだね、ちゃんと。はい。うわ、飛ぶね。こんな飛びまくりナチョロ級ってのも珍しいと思う。うん。うわー、やっぱこう上げていかないといけないんだね。完
想ですらきついんですけど、それでコイン集めて完走しなきゃいけないんでしょ。わかった。じゃあまずは1位じゃなくていいか、コイン集めて完走狙おう。まずあそこでしょ、コイン。ほう。え、無理。いやいや、こっち。ね、見たいしね、ケイン。やっぱりダンプカーとかあそこ渡れてないわ。ジュルキュー2でいう夏の山みたいなね、そういうとこがあるんですね。多分。はい、忘れた。渡れない。一周どんぐらいあんのよ。次がきついの。次だね。で、こうやっといて。ここを超えた後か。ほい。よし。あぶね。で、ほう。ほう。で、ここは簡単だな。おお、すげえ。なんだここ。雲の上のマグマ。で、二次コース。ええー、無理だよ、それ。おお、危ねえ。いったわ。あ、やっとおった。うん。まあ、なんとなく、覚えた。ほっ。あ、まあいいや。いいよいいよ。おい、やばい。これ燃料やばいぞ。燃料やばいんじゃない？ブルースペシャルでさえ燃料やばい。うん、まあここはすんなり。普通にやって飛べんのかな、あそこな。まあ飛べないだろう。こうやるしかないでしょ。ゴリ押し。で、こうしといて、こうしとけばスピード出せばなんとかなるかな。なんか7位なんだけど、こんなに遅れてんの。どういうことなの？失格か、まさか。よいしょー、うおー。これも楽しいな。普通に。楽しいけど、燃料ないんでもう一回やります。いや、楽しい、楽しい。このコース。こことか最新の注意は払わなきゃいけないけど、よし。で、ここ普通なんだけどな。ここ普通に曲がりなきゃダメでしょ。なんかここで誰かリタイアするのか。お、なんかリタイアしてる人がいるな。ここは飛べないんじゃないかな。他の車が。なんで？外れるか。2周目まで来たぜ。危ない。よし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 。
オッケー。あぶね。あぶね。あぶね。さあ、燃料もやばくなってきました。さあ、持つんでしょうか。さあ、持て持て持て。最後の、最後の声。よいしょ。OK。いいでしょう。感想来ました。なんとか、脱落者3台のうちの5位。いやー、きつい。チョロQコインは2枚。じゃ、コイン自体は何枚あるんだろう、あれ5枚ぐらいあるのか。それでまたあれも乾燥しなきゃいけない。で、最後1位を、1位無理だろう。どうやって1位なのこれ。乾燥できましたが、